こんにちは。チャックウィルソンの健康道場、私、飯田俊介と。チャック・ウィルソンです。よろしくお願いします。はい、チャックさん、今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、今日のトピックはですね、賢くワークアウトをする方法という、これまでカバーしたトピックも含めになると思うんですけども、もっとね、こう賢く効率よく、ワークアウトするにはどんなことをすればよろしいんでしょうか。まず第一は、皆さん覚えてほしいのは、トレーニングは目標じゃないんでね、トレーニングは手段です。もっと積極的な人生を過ごすためにはあるわけ。ある意味で健康もそうですよね。目標でもある、手段でもある。だからトレーニングするんでしたら、私はできるだけ守ってほしいのは、月曜日から金曜日の間はトレーニングする日、土日はそのトレーニングした結果、体力を試すということないけど、楽しんでいいわけ。だから目標がゴルフとか野球とか、土日にはゴルフ練習すればいいとか、あるいはマラソンが目標であれば、土日にはもっと長い距離走ればいいとか、ね、そういうような。ちょっと待って、お客さんをいるから。今日はゲストが来てらっしゃいますね。ゲストは来てます。いえ、そう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 。分かった。じゃあ、うちの娘、健康どうぞ。喉渇いてるから。で、月から金だが。から月曜日から金曜日はトレーニング、土日は作った体力を、試せばいい。試す。ああ。だからトレーニングのためにトレーニングするんだったら、なかなか継続しません。だからできるだけ目標をはっきりして、その目標となったものを土日に、楽しんでやった方がよろしいんじゃないかなと。まずそれは第一。一つ目のポイントっていうのは、月から金はこう頑張る期間で、土日は楽しむ期間、そんな感覚。その通りです。そうです。で、その月曜日から金曜日の間には、毎日でも構わない。ただし、上半身と下半身を、交互にやった方がよろしい。もっと細かく分かれてもいいんだけど、とりあえず、そういうもんです。で、その優先、目標を作らないといけないもんだから、その優先という優先順位としては、例えばマラソン。マラソンは、走る日は、例えば月水金。で、筋力トレーニングは、科目で、それでいいです。で、トレーニングの、節数がもう大体決まってるから、大体4セット。回数は自分の目標なりの回数。で、重さはこれから説明します。で、フィットネスの目標であればよ、単なるフィットネスにしたいと、体力をつけたいと。で、理想的な割合というのは3、2、1。3人じゃ、例えば1時間のトレーニングするんでしたら、3は有酸素運動、30分。2は筋力トレーニング、20分。1は柔軟体操、10分。そして1時間。これはバランスのいい訓練仕方。もし筋力トレーニングは、大々的に目標であれば、30分は筋力トレーニング、20分間が有酸素運動、10分間は柔軟体操。そういう割合、目標によって変わるわけ。だから、何よりも目標をはっきり決めておかないとダメ。筋トレがそのメインのアクティビティなんであれば、321の割合が、理想ですと。フィットネスでしたらよ。月どうせしても筋力トレーニング終わった後48時間休憩しないといけないんだから。だから月、水、金、筋力トレーニングやって、科目は、有酸素運動か、そのぐらい。
そのぐらいで考えると、あんまり難しく考えなくていいから。なるほど。じゃあこの3、2、1っていうのは、例えば1時間ワークアウトするとなれば、3、2、1 の, その比率でやるのが、まあ、賢いやり方っていうか。もう、そう、2時間でも。2時間でも。はい、今日は、もう時間があってから4時間くらいもやりました。で、3、2、1はちゃんと守った。かなり今日は3時間くらい走ってから、2時間半くらい走った。だからまあそれは人によって人の体力によって目標によって変わってくるわけ、はい、でその次は筋力トレーニングやるの重さ決めないといけないんですよね、はい、で前も言ったんだけど筋力トレーニングの重さ決めるのは科学的なまあ、決め方としては最大力を測ってそこの、まあ回数によってその割合で決めるわけ。例えば筋力記録つまり大体 65%、うん、まあ、例えばベンチプレスは100キロたら、まあ、65キロを15回、うん、で筋肉もうちょっと増やしたいだからもうちょっと重くしないといけないね10回から12回ですから10回から12回でしたらもう大体 75% ぐらい70から75%自分の最大力だでパワーが欲しいんだったらもう今度 80-90% やらないといけないだから目標によって瞬発力か力かそれとは筋力かそれもスポーツによって違うです。だから共感の声が聞こえます。ちょっと待ってね。分かったね。少々お待ちください。放送事故です。まだ終わってないのって。そういうもんです。だから、もう、で、もし、そうじゃない場合だと、うん、自分の選手じゃないし、単なる筋肉をつけたいと、でも自分の力はどこにあるか分かんない。こういう方法があります。はい。マシントレーニングはおそらく優先と思います。うん。生理学的には、フリーウェイト、バーベルとダンベルの方が、より効果的です。うん。でもフリーウェイトの便利さもある、はい、特にあんまり時間のない場合だとその重さ変えたりとか混んでる場合だとなかなかそういうあと、まあ、フリーウェイト空いてないとか、まあ、マシンもそうだけど でもマシントレーニング、まあ、どっちでもいいね最初の1節目は15回、うん、でちょっと増やして12回、うん、でちょっと増やして10回ちょっと増やして8回。そうすると、15回は筋力記録、うん。12回と10回は筋肉を、まあ、増やしたりするから、うん。で、8回が力、うん。パワーがあんまり進まない。選手じゃなければ、うん。だからそのぐらいです。で、記録すればいい。例えば、まあ、100キロ15回やった。でこの120キロを12回やった。で140キロを10回やった。で160キロを8回やった。で今度それぞれの重さは軽くなるんだったら、今度、12回にやってる、120キロをその15回やればいい、うん。それぞれの重さをちょっと増やして回数はもう決まる。そして今度の15回は120、12回は140、10回は160、8回は180、うん、例えばの話よ。でこれちょっとそれぞれでちょっと軽くなるわけ、うん、分かったと。じゃあ前12回やった120キロを今度15回、うん、120、140、160、180、今度140、160、180、200、この160、180、200、220、うん、そのぐらいのを増やして
回数は固定します、うん、そのぐらいの増やし方、はい、マシンには非常にやりやすい。そうすると、こう筋持久力とか、筋力、その力っていうのがバランスよく鍛えられるっていう、そういう感じ。バランスよくは鍛えられるわけで、総合体力の中にはそれぞれの、まあ、日常生活の中でそれぞれの役割があるからやった方がいい。でもしいや、それは一つだけ筋持久力だけでしたら、その15回決めて、で1節ずつ重さ少しずつ増やす、はい、それでもいい、うん、それでもいい。そういう増やし方をした方がいいんですよね。なるほど。そして、あと賢いやり方っていうのは、これ言わなかったかな、ジムに行く時間を決めといた方がいい、うん、はい、まだ話してないんですよね。それは混まない時間帯を狙うとか、自分のスケジュールに合わせて。そうですね、自分のスケジュールはなんていうかな、邪魔者っていうか、おかしいんだけど、どうしました？別の用が入りやすい。夜は特にそうだな、うん、友達は連絡したりとか、お客さんで会わないといけないとか、あるいは残業があるかもしれないと。そしてトレーニングをしなくなるんですね、うん、だからトレーニングの時間は1日の中だよ、まあ大体朝の方が一番いいじゃないかなと思うんですよ。僕はいつもそうする。朝早く、そうすると一日何も考えなくていいから、うん、もうトレーニング終わったから、あとはまあ普通の別の用があればいいわけで、朝早くにはあんまり他の用がまだ普通の人はまだ起きてない、うん、だから6時ぐらい、まあ起きるんでしたら、まあ早めに仕事場の近くのジムに行くんでしたら、もうつまり会社は10時から始まるんでしたら、8時から9時の間十分トレーニングできるし、であとシャワー浴びて、でさっぱりした状態で仕事に行けるわけ、うん、目が覚めるし、で結構頭もきれいになるっていうのは、うん、はっきり考えるようになるわけ。まだ半分寝てる状態じゃないから、うん、だからそこですね、行く日にちで行く時間でやる時間、目標をはっきりして、でまあ自分の目標なりの有酸素運動とか筋力とか柔軟性の優先順位決めて、で目標に近い部分を多くやった方がいい。でもう一つは積極的に休憩ということはあるんですよ、はい、で誰だってやりたくない日もある、うん、いろんな、まあ、世の中、まあ、自分の生活の中でいろんな問題出るわけ、うん、家庭の事情とか仕事の事情とか、まあ、周りの人間関係はあんまりうまくいないとか、逆にうまくいきすぎたっていう場合もあるから、でそうするとまあトレーニングはあんまりしたくないと、うん、で今日はちょっとまあ休みたいなと、うん、休んでもいいんですよ、うん、何にも問題はない、うん、でできれば先に言って目標に近い訓練の日には休まない方がいい、うん、だからそれほど、まあ、優先的、まあ、優先順位としてはそんなに大事じゃない。筋力トレーニング、例えば。それしなくていい、うん。ただし、条件というのは、筋力トレーニングを週2回やらないとダメじゃない。うん、週1回でしたら、この効果がだいたい5日間持つ。うん、で、筋力トレーニング5日間何もしないんだったら、もう逆戻り始まるわけ。うん、で、年を取れば取る、もっと早い、うん。3日間ぐらいで、どんどん、クラルが、まあ、元に戻るというのは、ちょっとそのトレーニング効果が少しはなくなってくるわけ。なるほど。前も話したと思うから、28歳のグループと78歳のグループトレーニングしてから、78歳グループは最初から結構ね進歩したんだけど、
うん、1ヶ月休むとほとんど全部体力なくなったわけ。もう自らやり直さ、やり直さないといけないんだ。それは年を取れば取る、そういうね、あのディコンディショニング段階は早い、うん、元に戻る段階が早い。だから、うん、少なくても週2回筋力トレーニングはやった方がいい。で、走ること、有酸素運動も走ることはほとんどですから、うん、あのでも走ることも筋肉ですからね、うん、足で走るから当然だから、あのそれも、まあ週2回やった方がいい、うん、だまあ目標によってね、うん、だから何かも言ったんだけど、トレーニングは目標じゃないね、うん、トレーニングの結果効果が目標だから、うん、だからそれは休憩は必要、ちゃんとその計算の上に やらないといけない、うん、そういうことをあの、まあまあ賢いっていうか、まあ、正しいですよね、うん、でまあこの話よのまあキリがないですから、はい、であのあとあの簡単に言うと、自分の中のやってることはその結果がジム出て行った後の行動によって結果が生まれるか生まれない。だからやってる間は強くならない、うん、やってる間に刺激を、計算されてる刺激を体に与えて、休憩してる間に超回復という意味で体はさらに強くなるわけ。でもそれは栄養と休養が必要。よく寝ること、よく食べること、で、よくトレーニングすること。だから、日本で、まあ、決まり事みたいなもんでね、運動、休養、栄養という、まあ、三本柱とよく言われてますから、間違いないです。間違いない。ですよね。あ、まあ、無理せず。積極的に自分の体の状態とかを見ながら休憩も挟んでいくっていう感覚ですかね。ですよね。であのやりすぎも良くない、うん、スパルタ系はもう置いといて、あの先に言ってトレーニングは目標じゃないから手段ですから。でもやりなさすぎも良くない。うん、そこのバランス難しいですよね。だからか結構難しい。だからあのまあ目安としては終わった後さっぱりした、うん、あの体がまあリフレッシュされた、うん、最初からはその運動量っていうのは、うん、もう 2,30 分ぐらいでだいたいその気持ちになるよ、うん、で長くやればやるほどその 2,30 分が物足りなくなるわけ。だいたいだからまあ長くした方がいい、うん、それはあの時間が許す限り。だからまあ先に言って今日は時間たっぷりあった、うん、でちょっとまあ僕にとってちょっと寝坊して、まあ6時まで寝ちゃって、うん、で起きてちゃんと食事して、でジムについては8時で筋力トレーニングは1時間やった、前には大体1時間あのまあ走ったりして、でトレーニングやってから、まあ、まだ時間がある、うん、終わったから、ああ物足んない、で今日あとはもうあのもう2時ぐらいのポイントあるから、もうこれたっぷり6時になった、じゃあゆっくり徹底的にやりましょう。でも今日は今疲れてる。お疲れ様です。ちょっと今日はちょっとやりすぎやりすぎじゃないかなと。もう 4時間5時間まあ 2,3 時間は僕は大丈夫、もう4時間5時間ちょっとさすがにちょっと疲れてます。やりすぎ今日はやりすぎもやめときましょうってことですね。はい、そうそう。常識程度、頑張ってやってください。なるほど、わかりました。じゃあポイントはそれぐらいですかね。はい、うん、それぐらいだと思います。はい。わかりました。じゃあちょっといくつか簡単にまとめさせてください。はい、まず一つ目のポイントは、この日程についての考え方ですね。ワークアウトは月から金は、まあ、仕事と似た感じですね。月から金っていうのは頑張って、土日はこう楽しむ時間に使いましょうと。
何かスポーツとかするんであれば、月から金はトレーニングという感覚でやって、土日っていうのは、アクティブにこうそのスポーツを楽しむために、ぜひ使ってみてくださいっていうことですね。はい、それが日程の使い方っていうのが一つですね。はい、二つ目っていうのは、こうトレーニングをやってる時の時間の配分の仕方ですね。3-2-1の割合で3を、有酸素運動で、2を筋トレで、1を柔軟に使っていただくと、こう効率がよくワークアウトができますよと、バランスよく。フィットネスの目標になるね。フィットネスの目標になる。はい、この3-2-1を意識してやっていってください。で、3つ目っていうのは、ちゃんと自分のオブジェクティブ、自分の目的を考えて、重さとかセットを調整しましょうってことですね。自分のそのワークアウトとかは、例えば、パワーとかを目的にするんであれば、ちゃんとそのセットとか回数とかをパワー向けに、アレンジしてあげるってことですね。はい、であとは、4つ目、バランスとかを重視するんであれば、重さを上げながら回数をダウンしてあげると筋持久力とか力とかそれがバランスよく鍛えられるので、こう、回数ダウンで重さアップっていうのを、トライしてみてくださいということですね。はい、5つ目のポイントは、トレーニングをする時間帯ですね。ジムに行く時間帯を、例えば混まない時間帯だったりとか、あとは自分のその用事とかそういう予定にこう障害にならない時間帯を選んでいきましょうということですね。チャクさんのおすすめは、早朝ということです。はい、で、6つ目、積極的な休憩も取りましょう。やりすぎも良くないんですが、やらなすぎ、そのバランスは難しいと思うんですけども、自分の体の状態というのをモニタリングしながら積極的な休憩をやっていきましょう。休憩しすぎの目安は最低でもね、週2回やってるっていうことを、意識してやってみてください。5日間経ってしまうとトレーニング効果っていうのが薄れてしまい、で年齢が高くなってくると5日ではなくて3日とかね、どんどんこの期間が狭まってくるので、最低でも週2回はワークアウトするようにしてください。でそれで、ね、やりすぎずやらなすぎず、そのバランスを見つけてみてくださいってことですね。はい、カバーできましたかね。それもやったもんですよ。はい、それ以上の話するとちゃんともう科学的な、あれやるから、個人によって違うから、これ一般的な、常識ということでいいんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、しかもこれは即実践可能なポイントですしね。はい、はい、ということでした。はい、7つのポイントになります。はい、賢くね、ワークアウトするための、はい、はい、ちょっと本部が、いくつかあったことは申し訳ございませんいや大丈夫、その日は全部やります、言いますよ、大丈夫ですじゃあ今日のエピソードは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャクさんの健康道場は毎日正午の配信となっておりますでね、毎週の火曜日と木曜日、土曜日の夜7時半からチャクさんの公式の Facebook でライブ配信しておりますので、リアルタイムにコメント質問しながら聞きたいという方はぜひそちらからご視聴ください。あとはこの情報が使えるなとか、いいなって思った方はぜひシェアをしていただけると大変ありがたいです。はい、最近、イルさんと私終わってから必ず交流をアピールしますので、例えば今日は常識な話しました。ただ、これ一般の話ですから、で、自分はこうだ。で、チャクさんに言ってる朝早くとか、その週5回とか週2回とか、そういうことはできないから、どうやって、その前理想できなくてもどうやってやるかどうかという、そういうような質問とか不満とかあれば、どうぞコメントとか質問させてください。で、私は全部説明するし、で、飯田さんが待っております。それをぜひ、連絡というか、コメントというか、質問というか、お願いいたします。お待ちしておりますので。はい、ご質問、ご要望があれば、どうぞお寄せください。大体こう、誰か一人悩みで持ってればね、他にも同じ悩みを持ってる人というのがいたり。ですよね、間違いないですね。はい。いい質問であれば、それをエピソードにさせていただければ。はい。はい、じゃあ最後までいただきありがとうございます。チャクさん、今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、それではまた次回まで。さよなら。はい、さよなら。